僕バキバキ童貞ですね。僕バキバキ童貞ですね。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 どうも、バキドコとグンピーです。今日は、レンタルブサイクが来ております。いやいや。どうも。おじさん。いいですね。本当に久しぶりですね。はいはい、日本で、日本にいる状態で出たのはもう4年ぶりとか。3、4年ぶりじゃないですか。本当に初期にね。そうですね。1回だけ出たことあって。はい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 、はい。で、そっからもうフィリピン飛んでみたいな。はい、そう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 。まあ、レンタルブサイク。うんがそうです海外に行った動画はたくさん上がってるんですよね。フィリピン編、スウェーデン編っていう、うん、不人気な動画俺は好き俺も好きなんですよ。俺時々見るもんだって全然今で。ああ自分でも自分で見る自分で見る、うん、いや僕も一番面白いと思うんですけどバキドコチャンネルの中でも面白いくんだと思うんですけど、うん、何せやっぱさサムネでやっぱりこう見ないでしょ菅原さん言うとね何なんだろうね。悔しいですけどまあでもちょっと久々なんでちょっと、うん日本で出た動画が、うんバキバキ童貞レンタルブサイク初コラボトークコラボ形式、うん、コラボそう、ね、初コラボレンタルブサイクコラボ、はいうん、サムネにユーブサイクでズニーさんと書いてますね。懐かしいですね。これはなかなかな懐かしいね。だからその第1期ですねレンタルブサイクのね。第1期今第1期ですか今第2期かな一応ね。あ2期なんですね。第2期第2期になるんですか。第2期、わかんない。第3期とかかもしれないですね。もしかしたらそうかも、ね。1期がまあレンタルブサイクとしてやっていこうっていう時でしたよね。レンタルブサイクとはそもそも何かっていう人もいるかもしれませんけど、はい、自分の顔面を貸し付けするっていう、顔面貸し付けよう。そうですね、はいはい。読んだら来てくれる。レンタル何もしない人とか、レンタル彼女とか、うんね、そういう人の足として、うん、ブサイクを貸すっていう、すごいサービス。うん、で一緒に住んでた気持ちやハウスの時に指導して、はいはいでもまあコロナの時期になってしまって、うん、まあそのサービスがまあついえていって、うん、そうですね、頓挫しちゃう。ここまでが一期。一期。まだだからレンタルブサイク、そうですね。篠原さんはもうなんでしょうね。結構このキャラで行こうみたいな。もともと粗暴な男じゃないですか。そうそうそう。だこの時期は、はい、そう顔はブサイクだけど、はい、心は紳士みたいな。そうそうそうそ う, そう。やだったな、この時の。そ, う そ, う そ, う、うん、それはいけませんね。紳士スタイルだったんだけど。そうなんですまあ、本当は心めっちゃ紳士じゃないから。そうなんだ。だから、それこそ不潔とか全部隠してたからね。そうそう。マジで。この時期は。それ今も隠してくださいよ、本当は。今も全面的におっしゃってた。不潔 YouTuber が。心もブサイクですみたいな。はい、人生もブサイクですみたいな。感じでも全面的にもう無理なのよ、うん、性格的に何か作ろうことが、はい、だからもう全面的にも押し出してるけど、うん、そうこの時はもう全部歯も磨いてるふりしてたし磨いてくれって歯の歯はお願いしますよそうですねでもね、僕もね、そんな磨く方じゃない、うん、何磨く方じゃないってそう、キモシアハウスでね、はい、5人住んでた、うん、あのうち5人中3人が 、はい、歯を磨かない。まあ、僕、ね、僕はまだ磨く方で、はい、ややね。やや磨く。やや磨く。やや磨く。で、うん、古川さんは歯ブラシがない。はい、で、篠原さん、レンタルブサイクは磨かないけど、はいうん、歯石塾には3ヶ月に1回、会社に怒られるっていう。めっちゃ怒られた、歯科衛生士に。でも、その、すっごい綺麗にそれ取ってもらうから、うん、歯石を、それが気持ちいいんだよ、みたいな。そう焼肉の前にハラスカスみたいな。汚くしてくれないそう、そうみたいな。徹底的に行くからね。やってましたよね。だから、額付けの木田さんね、リーダーが、うん、その、歯を磨くと、うん、その、洗面所じゃなくて、僕たちの、目の前まで来てくる。そうそうそう。マウントで磨くんですよね。マウント見せびらかしてたよ。そうそうそう。じゃ磨けよってこっちが正しいんだからじゃなんだよ、あいつって。歯磨いてさ。歯なんて磨いちゃって。リビングで。いやらしい。言ってましたよね。言ってた。まあ、その頃が第一期ですよね。そうね。うんで、レンタルブサイクがその後、まあちょっとコロナで落ち込んでしまって、はい、がないと、まあ、僕がよく言うのは全部人生がうまくいかなくなって、そうね、まあ恋人に振られてしまいですとか、うん、ね、うん、あの、レンタルブサイクの彼女ってのはありえない。うん、嫌だったんだ、彼女。そうだった。まさかね。そうだったりですとか、レンタルブサイクもうまくいかなくなり、もう家にいるしかなくなるみたいな、そうね。いろんな人ともこう、圧力が増え。うん家でそのパワープロをするしかない。うん。というか。そうね。音量を100にしてパワープロやって、うん、俺らの嫌がらせで。本当に、もう、本当に夢もない、やることもない。はい。
手元にあるのはパワプロだけだった。パワプロ2018ね。2018、パワプロ2018しかも本当にやることがなくなっちゃった。結局パワルブラグ。結局音量なくなった。何やってんすか。この顔でゲームって。怖いんだよ。もうね、本当にだからそれだけがなんか楽しみだったみたいな。はい、楽しかった。自分の人生のね、そうですね。みんな驚かすみたいな。はい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 。ところは唯一の喜びだった。確かにこういう、でもこの動画も一応上がったりとかしてね、この間ね。パワープロやってるとかね。またパワープロやるって動画は上がったりもして。それが、辛い時期があって、それを取り返したらにもうレンタルブサイクもやめるって言って、ほらフィリピンで過ごすんだっていう。そうそうそう。そうですよね。フィリピンだったら、その、ま、結構平均月収が、2万円みたいな。うん、まあそんな3、4とかそれぐらい、ね、うん、2万から4万ぐらいで、うん、まあ俺は日本の会社でフィリピンに行くから、うん、まあ10万円ぐらいはもらえるから、うん、まあ、正直平均月収2万円ならまあ5倍、うんうん、まあ、日本の平均月収がまあ初任給20万円としたら100万円ぐらいの月収100万ぐらいの生活ができるんだって言って、うん、僕はもうすごいっすねって一緒にジローね、うん、食い行った時にもうほんとすごいっすねって、うん、野縁のな、野縁行きましたよジローで、マジで芸人の辞めた後のスタイルとして正解見つけましたねみたいな、うん、プール付きの豪邸サーラン、そう、写真も見せてくれて、でいざ行くで、はい、そのレンタルブサイクルの何かの勘違いで、はい、別に平均月収が日本と変わらないっていう、20万ぐらいあると向こうも20万ぐらい必要で、うん、その中10万円しかもらえない向こうで食えなくなって正社員だけど食えないっていう経営者ギリギリめちゃくちゃギリギリでした、ね、時期ありましたよね。でもちろんその、うん、お金もたまらないからその、うん、飛行機で帰ることもできない、うん、とかもあって助けてくれ助けて、ヤナミみたいに、残りのキモい5人たちが当たり前だ。誰が見たいんだそれ。そう考えたらフィリピン見られねえな。それ見ねえわ。キモいやつ4人が当たり前だからあれ。そうそうそう。ナミに感情移入できないからね。そうですよね。勝手にフィリピン助けたいって思わないから。まあでもそれで助けに行ったっていうのが ね、うん、ね、去年の5月だ。あ、5月、はいはい、そう。ちょうど今、うん、6月なんで1年ぐらい前ですか。うん、そうだね。ほんと、ちょうど1年前だ。うん、楽しかったけどね、あれは、うん。シンプルに楽しかった。シンプルに楽しかったですよね。大変な、本当にもう、ボロボロの中だったの、うん、その、うん、人間大砲とか、大蛇とか、はい、大蛇とか、その、命を、その、脅かす遊びしかもう楽しくないんだ。そうね、もうバグってた。今もうできないもん、俺。あ、絶対できない。でも、もともと俺、ジェットコースターとか苦手なのよ。はい。あ、ええー。全然ない、俺、富士急とか、はい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 、本当に苦手だし、乗れたことないんだけど、なんかあの時期だけはもう、もうロープ一本で山を渡るみたいな遊びしかしてなくて、ね、心が壊れちゃってね。そう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 、カジノでお金たいね、はたいたりとか、そう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 。そう、今野犬か。ああ、野犬。狂犬病持ちの野犬と絡まれたりとか。そうね、まあ追いかけっこみたいな。怖えよ。違うなんから追いかけるバイクあるそう、うーんってね、吠えるみたいなね、話もしましたけど、人生うまくいけなくて吠えるようになっちゃって、うん、それが野犬と共鳴したりなんかして。そうね、うん。フィリピンではまあ大変そうで、助けに行くっていう、うん、これ楽しかったですよね。うん、それで帰ってきて、うん、次じゃあ、どうしようってなった時に、はい、まあ、ピーター博士がね、はい、そのスウェーデンにいるんで、うん、でレンタルブサイクもそのスウェーデンで暮らしたいみたいな。そうね、だから一緒に行かしてもらってね。そうなんですよ、うん、スウェーデンでピーター博士の助手として生きていくのが僕はいいのではないか、うん、それね、そう、キモシャハウス時代のちょっと薄い夢だったんだけど、まあ、本当に実際行ってもよりちょっとスウェーデン住みたいなって思ったんですよ。まあ、これも良かったですよね。めちゃくちゃ良かった、綺麗な、うん、これがスウェーデン編ですよね、うん、レンタルブサイクヨーロッパ下見編っていう、そう本当に一撃で分かりましたよね。うん、まあいろいろ行ってみて、その、ストックホルム行った後、スペイン行って、フランス、うん、パリ行ってみて、やりましたけど、まあ、ストックホルムが一番良かったですよね。良かった、一番良かった。綺麗でしたね、間違いなく。良かったですよね。これがスウェーデン編で、うん、まあスウェーデン編は普通にピーターのご家族にね、うん、その、うん、若干迷惑がられながら、そうですね。
なんとかやりながら、ね、ロストバゲージをしたりとか、そうですね、荷物を失ってしまう。トラブルは多かった。いや、ほんトラブル旅でしたよ。本当にとかで、土屋君の最後パスポートになって。最悪の旅。そうですね、一泊延長して。俺らはね、もう本当に終わったって思ってたんで、ね。そう、ああいうロストバゲージで俺終わったって思ったし。ああ、そうですね。その全部なくなって。はいはいはい、はい。全部そう、セブンにね、もう一回フィリピンに、ね、なったんですよ。そう、最初の一回フィリピンに戻ると。そう、だから、もう普通にセブンで生活するための荷物全部入ってるスーツケースがロストバゲージしたから、うん、もう終わりだったの、完璧に。捨て頃でフィリピンに行かれてた。なんでないよ。ただでさえ、もう、危ないっていうか、なんもない場所なのに。そう、最初のアバターの初期状態に行かれてないんだ。フィリピンに。日本でもちょっと危ないのに。やばいですよ。セブンで捨て頃やばすぎる。これ、めちゃめちゃ笑ったし、今、レンタル、土岡ね。そうなんだね。土岡が、そう、ほんと直前、帰る直前、僕とマリクさんが、よし、じゃあ乗りますかって時に、あれ？あれ？あ、ない。え？何？パスポートないですね。静かな。で、もうでもどうしようって、もう10分しか考える時間ないから、そう。そうね。グンビーたちは帰ってください。そうね、もうしょうがない。帰ってもらって、って、まあね、バニク君とグンビーと。そう。で、あの動画の最後はすごいですから、最後すごい楽しく終わるかなと思ったんですけど、暗闇の中の土岡が、僕はまだフランスに取り残されています。とんでもないよ。すごい映像なんだよ。パスポートなくしたやつの末路。一番やっちゃいけないことだ。やっちゃいけない。お願いしますよ。一番よ。そうですね。まさかやると思わなかったな。パスポート以外はなんとかなんとか。まだなんとかなる。うん。だけはダメですからね。でもここでですよ、ここでレンタルブサイクが息を吹き返す一個のきっかけとして、はい、要はそのフランスには、うん、その、まあ、僕とバリクさんはもう日本に飛行機で帰ったんですけれども、はい、レンタルブサイクはあと1日滞在した後にフィリピンに帰るところで、うん、そうですね、もともとレンタルブサイクはいたんで、そうだ篠原さんがいるみたいな、父親がそのバックトゥザフューチャーのそうそうですね、最後バックトゥザフューチャーでマーティーが取り残されちゃって、どうしよう、僕タイムマシンない、帰れない、そうだこの時代にもどこかいるまだ篠原さんがいるっつって篠原さんを訪ねてでレンタルブサイクが来てくれて夜中の怖いところに来た時に、うん、お前怖かったろ大丈夫かで篠原さんが言ったのが、うん、この篠原さんイケメンすぎかっこいいいい人優しいみたいなそうね、見てる人がみんなもうかっこいいすぎる僕のお袋も高評価というおーお母さんあの人はいい人なんだ顔の見た目の悪いよね本当にいい人だよすごいねみたいなこと言ってたからバキドを生んだやつがバキド海がねおっしゃってましたのでまあこれでもう結構レンタルブサイクいい人なんだね、うん、でその時になんかレンタルブサイク、まあ、帰国が決まったんで、はい、レンタルブサイク帰国ライブってね、うん、売って、はい、もうそれも速刊、うん、配信も大枚売れましてですね、うん、レンタルブサイクがおおおめでとうございますって帰ってきて、ね、お帰りってなってね、はいそうですよね。で、今日本にいるんですけども、うん、その時のレンタルブサイクすごい、うん、もうあって、もう、ずーっとレンタルブサイクを復活させて、その、うん、レンタル業を。レンタル業を。ずっとどっか行ってますよね、今ね。そうなんですよ。うん。だからもうフィリピンでもレンタルブサイクちょっと復活させてみて。あ、そうだそうだそうだ。そうそう前回フィリピン編そうでしたもんね。そうそうフィリピンでやりたい。1以来がね、1以来3000ペソでやってたんですよ。わかんないな。わかんないな。すいません。高いとも言えないし。わかんない、すいません。安いよとかも。わかんないとも言えない。わかんない。全くわからない。全く。で、やってて。はいはいはい、はい。で、まあ、ポツポツ依頼やってたんです。じゃあもう日本に帰ったら結構あるんじゃないか、みたいな。あ、フィリピンであるってことはね。そうそうそう。で、帰ってきたらもう実際も結構依頼していただいて。まあ今はもうだから。そう、そっから聞けてないからね。そうそうそう。もう、遠方からもあったりとか、北海道とか、鹿児島とか、大阪とか。そうそう、飛び交ってますよね、今ね。飛んでる、めっちゃもう、ブンブンよ、もう。日本列島。ブサイク、レンタルブサイク、大回しですよ。いや、そうですよね。日本は股にかけて。ですよね。これが、もう、言ってしまえば、今までで一番、なんで、羽振りがいいというか。そうね。レンタルブサイクの金額も値上げというか。あ、そうだ。その、要は第1期。
はい、まあ、交通費のみでやつ。あ、そうなんだ。そう。でもさすがにそれはあれなんで、ちょっと、ね。そうそうそう。帰ってきてからは、1以来1万円。あ、う、あ、ん、まあ、そっちで。でももうみんなお願いします、こっちお願いします、みたいな。前はだって、アイドルが、はい、その、引っ越しの布団みたいなの全部運んでくれた。無料で運ばれて。うん、交通費だけで。そうね、800円もらってね。かわいそすぎる。そうよ。幡ヶ谷から練馬まで。信じられない。信じられないです。3回乗り換えたわ。この状態で。でしょ、うん、そう、奴隷扱いだったものが今やもう、うん、あ、ブサイクさんですかみたいになってるじゃないですか。まあ、もう依頼多いね。そうっすよね。これは嬉しい。そう。息を吹き返して、で、うん、今、はい、それが繋がって話題を呼び、はい、激レアさん。激レアさん出ました。すごすぎる。これはちょっと驚いたね。暑かったですね。すげえ、あの、はい、激レアさん一応、あの、ピーター博士。はい。でね、あの、うん、が、あの、激レアさん落ちてるんで、普通に。オーディションのやつ。一回ね、なんか声かかったけどね。めっちゃ悔しかった、はいはいはい、オーディションで、うん、あの、童貞博士として呼ばれたのに、うん、あの、キモシアハウスのあの、木田と古川のキモシア内の政治の話をしてた。ダウンタウンとりあえず。そうそうそう。いや、そうね。いや、ちょっと、気持ちハウスの中でも、かなり通な楽しみ。古川と木田の政治とか、裏回しみたいな。はい、その、そうそうそう、俺を、あの、家から追い出すために、打ち合わせみたいなのをしてたみたいなのが、はい、めちゃくちゃ通の、通すぎる楽しみ。楽しみを、その、オーディションで伝えてしまって、ちょっとこの外国人、話通じないなって。ピーターは落ちちゃったんですね。まっすぐな童貞研究みたいな話を、ね。そうそうそう。それが激レアなんだけどね。よかったんだけどね。そう、でも悔しいなと思ったらレンタル不足、うん。僕はあの、うん、激レアさんのね、うん、あの、プロデューサーで、ディレクターさんが、うん、が、まあ、テレビで募集してるんで、ね、ご連絡いただいて、実はレンタル不足さんと実は、うん、ちょっとやりたいんですけども、激レアでっていう。うん、はいはい、で、あ、じゃあぜひぜひ。で、ちょっと、はい、どうでした？いや、もうね、正直めちゃくちゃ緊張したけど、うん、いや、もうだって、うん、もう人気番組じゃない、まあ、そうですね。かつ、やっぱオードリーの。そうです、若林さんいて、うん。で、アンガールズの田中さん。ああ、これは、なんか、そうらしいです。キモい人をこうぶつけようみたいな意見が。トップランナーですが。はい。キモもトップランナーですか、キモシェアハウスとかが、はい、まあ、人たち違いを目指すところにいる。田中さんはそうだよ。トップランナー。そう、はい。なんとね、はい。このバキ様、はい、そうです、含めたキモシェハウスの4人も出てますから、はい、いやー、コメントでね、そうだね、 VTR で VTR 出演、ほんと5分10分しか使わないはずなんですけど、はい、多分90分ぐらい喋ってますずーっとシェハウスの悪口をずーっと悪口を言って、はい、そうですね、どうなってるか分かりませんけれども、それは、はい、でもまあそうだね、めっちゃ受けてた、普通にスタジオの中では嬉しい、収録で、はい、全然受けてたね、嬉しいな、まああの、まあ、はいはい、放送された後だからあれ、まあ全部話してますよ、はい、けど、あの、うん、まあ俺のマッチングアプリの話とか、あ、はい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 、はいはい、あの龍の話ですね、龍の話ご存知ですよね、皆様龍しろ、私が、うん、当時八王子の方に住んでて、はい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 、はい、新宿でね、よくライブとかあったんで、うん、俺、はい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 、新宿から、うん、まあ八王子、はいはい、まあブーストという機能があるんですよ、うん、マッチングアプリはね、そう、まあ半径何キロかの人、5キロぐらいのトップに出る、うん、はいはいはい、はい、でこれブースト30分ぐらいなんですが、はいはいはい、新宿八王子大体30分ぐらい、はい、この半径5キロを電車が発車した瞬間にブースト開始して、はい、えぐる5キロをえぐる、まあもうめちゃくちゃ人住んでますからね、ベッドダウンがもうめちゃ住んでるから小田急感染がどんどんパッと食い立ってるから、そうそうそう、いつくなみたいな感じで全員ここに行く、全員行く、その時間 0.1 秒はい、ご紹介やってましたからね。はい。うん。で、これね、もう一番、まあ、時間もね、はい、10時から11時っていうね、一番みんな携帯見る時間。ああ、それもね、調整してたからね。そうなんすね。そうだ、9時になんか予定終わっちゃった時とか、はい、1時間コーヒー飲んでから10時に電車乗ってましたから。はい、すごい、わざわざ。はい。龍のあれはでも、うん、結構バズりますよね、ツイッターとかで。龍なんかね、勝手にバズってんだよ。知らんところで。嬉しいっすよね、あれもね。そう、俺はもう一個そのあれで、その、篠原さんが、うん、あの友達の芸人2人呼んで、うん、俺もマッチングアプリやるぞっつって、後輩ね、2人、ね、その2人
に、篠原さんの顔と名前で登録させて、はいはい、3人でこう、スワイプしたら、3人、3回篠原さんが出てくるっていう。そう篠原さんが出てくると、もう嫌って言ってたの、ね、またもう一回ブーンって篠原さんが出てきて、嫌ってまたブーンってもう一回出てくる。理由、その、金字からね。そういう意味で理由だ。金抜けじゃなくて、金抜け3人いるっていう。応用技もね。もう一回できるっていうね。あれすごいですよ。なんかね、マッチングアプリの話とか嬉しいよ。とか。盛り上がったなら嬉しいですね。でもパワプロの話ですね。あ、したんだ。パワプロの話もしましたね。パワプロの話はまあ出てましたね。嬉しいなぁ、はい。いや、もうその活躍もあれば、うん、7-2 でね。7-2。あ、7-2 ね。びっくりしましたよ。新しい地図の。ね。カトリーさん。稲垣さん、草薙さんのね。スーパースター。スマップたち。そうね。スマップたち。びっくりした。レンタルブサイクぶつかった。そうですね。あれでもね、これはちょっと前になるけど、4月ぐらい放送のね、やつになるけど。いや、昔は会えるはずなかったじゃないですか、そんな。いや、そりゃそうよ。俺がも呼ばれてね。しかも物おじせず、やっぱ篠原さんで行ける人だから。ね、びっくりした。いつも通りの篠原さんだったんで、そうそうそう。そうね。そうなんですよね。緊張はめちゃくちゃしてたんだけど。ああ、本当ですか？見えないよ、ね。なんか始まると結構行ける。そうなんですよ。ガッツ芸人ではあるんだもんね。もともと、そう、本当根性で。はい、確かに。計算なしで、はい、全然平場も前出てたから、俺も。いや、そうなん、強いんですよね、篠原さん。なんで、わあ、もう大活躍でっていう。中で、ちょっとその、今後どうするんですかみたいなのを。はい。その、まあ、レンタルバサイクで、まあ、息も吹き返したわけですし、うん、まあ、YouTube もやってると今。ああ、やってます。うん。レンタルバサイクチャンネル。まあ、僕、時々見てます、やっぱり。うん、ああ、面白いな、みたいな。はいはいはい、はい。で、まあ、その YouTuber としてね、うん、やるの全然いい。ああ、レンタルバサイクやって、うん、その、ブサイクを貸した、うん。で、その話を面白く出すみたいな。わ、う、あ、ん、面白い。ね、レンタル何もしない人、プロゴラレイヤーみたいな、まあ、そういう人になるのもよろしいかろうっていうね。まあ、で、そういう依頼とかも、ちょっとチャンネルでやったりもしてるし、ね。ああ、いいですよね、うん。ってことですよね、もうね。そう、レンタルブサイク一本で。もう日本でそれをやっていくところから、うん。それがいいっすよ。いやいや、一本ではないですけどね、別に。ブサイクは貸しますよ、もちろん。もちろん、ね。あ、ブサイク、あ、芸人としてまたやるってことですか、じゃあ。いや、違います、違います。芸人はもうやらないです。僕はもう、はいはい、お笑いもやめた身ですもん。あ、うん、まあ、ちょっとやっぱり、まあ、ちゃんと、なんていうか、まあ、ネタとかで勝ち上がっていくのも厳しいなっていう、ちゃんとした判断があってる。ああ、なるほど、なるほど。はいはい。え、なんすか、なんすか。オランダでうどん屋をやります。私は。これなんですよ。はい。これなんですよ。みんなが頭を悩ませる。また始まった。俺の妄言。全員が頭を悩ませる。これなんですよ。気を持ってきましてね、はい。オランダでうどん屋をやりたいと思って、はい、まあ、正直、まあ、依頼とかも、チャンネル乗ったりしてるけど、基本うどんメイン。そう。レンタルブサイクチャンネルは。レンタルブサイクチャンネルはうどんをどう作るかっていうチャンネルになってます。え？と思って、何と思って。これはレンタルブサイクお帰りライブの最後に発表された。そうですね。使ったら、うん、本当にiPhone を作ったスティーブ・ジョブズの発表みたいに、うん、あれは電話と、うん、その iPod がこうなしてると、あんな感じで、アムステルダムうどんって言って。コッピとね、うどんの、パワーポイントが出てきて。びっくりした、あれ。もうフィリピンでもう痛い目見たじゃないですか。そうですね。海外でなんかお金稼ぐって。なんか、賞賛があるんですよね。賞賛も、まあ普通にもちろんあります。うん、もちろんね。もともとだって、その、うん、まあ、例えば、いつかはストックホルムに住みたいっていうね。はい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 、そのまま EU で。そう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 。ヨーロッパで住みたいって思いがある。そう。あるんですが、うん、そのスウェーデンはちょっとビザ的な問題で難しいんです。なんか相当厳しいらしいですね。うん、なんかいきなり要は日本人で、はい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 、特に仕事もない段階で、もう住むとか、要はビザ認められるのはもう無理なんで、うん、あ、それでなんかいろいろ調べてたら、はいはい、オランダがどうやら入りやすいと。ハードルがだいぶ低い。入りやすい。侵入者じゃないか。違う違う違う。違う違う。セキュリティの話してない。違う違う。スウェーデンとオランダのなんか、セキュリティの話じゃなくて、警備員の質とかの話じゃなくて、制度的に、ビザが取りやすいっていうところがあるんですよ。だから、らしいですね。まあ、もうちょっとその条約的なところの話になっちゃって、なるほど、ちょっと犯罪します、ね。だいぶ楽なんですよね。そう、だいぶ楽で、うん、で、オランダ。はい、まあ、うん、ちょうどいい感じの国ではあるし。
っていうところ、うん、いい感じの国、まあ、ざっくりしてヨーロッパに住みたいっていうのが僕目標で、まあ、そうですね、広くヨーロッパとして言ったら、その EU って、はい、EU 圏5年住んだらどこでも住めるようになるから、 EU 市民権手に入って、あ、じゃあオランダで5年住んだら、まあ、スペインに行っても別に、あ、それもできる、永住権みたいなもの手に入るってことですか。もう、スペインも行けるし、うん、フランスも行けるし、別にどこでも行ける、あ、それめっちゃいいですね、っていう、なんで、まあ別にヨーロッパに一旦住めればまあいいかなぐらいの感じで。まあ目標が最初はあったということですね。うん、そう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 。はい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 。なんでまずオランダ。ほー、はい。で、うどんに関してはまあまあラーメンがめちゃめちゃ人気なんですよ。あ、オランダで。めちゃくちゃ、あ、ヨーロッパとかも。あ、海外全域でラーメン。まあ、スウェーデンもありましたもんね、新ラーメン。あ、確かに。かも、ラーメン屋もなんかコロッケみたいね。あった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 。でもラーメンめちゃくちゃやってるし、全員なんか知ってるのよ。そう、ね、ラーメン、やっぱ寿司ラーメンみたいな。確かに、はいはいはい、全員知ってる。うまいから知ってくれてんだ。そう。うどんはまだそんな入ってきてないから、はい、競争がまず低いっていう。はぁ。と、まあ、小麦をね、たくさん作ってるじゃないですか。まあ、ヨーロッパそうですよ。でね。で、まぁ、ちょっとそういう生産的な。ああ、なるほど。安いんじゃないかとか。やっぱ、できる。小麦粉自体の値段はもう実際安いですから。物価はもうこんなに違うのに、はい、小麦粉だけは日本の方が高いです。へぇー。ああ、でもそうだろうな。うん。そうそう。もう違うからね。絶対必要だし、ね、全然。そう。全部小麦粉が単価なんでも。はい、はい、はいはいはい。ところでうどん。で、めっちゃ好きっていう。まあ、それこそ、俺らシェアハウスしてた時、はい、よく行ってたうどん屋、はい、あるじゃないですか。近くのめっちゃうまいうどん屋、ね。めっちゃうどん屋。最高。最高のうどんも好きです、うん。硬すぎるんですよ、うどんが。人の指かと思うぐらい硬い。硬いし太いんで。ほんと両面つくのに指みたいな。これを食うのか、硬って思うけど、何回も行くと、噛みてぇ。また噛むんだけど。噛みてぇっていう。で、そう、癖になる。うまいうどん屋。うまいうどん屋があって、まあ、うどんがめっちゃ好きなんです、それ。はい、ね。シェアハウス流行りましたけど、うどん屋。ピーターも、ね、毎年、毎回行きますよ、来たらね。うん、そうそう。一緒行く行く。で、好きなのもあるみたいなので、はい、オランダ。で、このうどん屋、ガッチャンコみたいな感じで、オランダでうどん屋。もともとだって前回、はい、なんか、もし芸人辞めたら、うん、スペインで焼きそばやろうかな、みたいな。はい、はい。とか、なんかそう、ね、そういうのは聞いてたんで、なんか、そうそう、その海外で、うん、その麺類やるから決まったのかな、ずっとね、薄くあんのよ、俺。ヨーロッパ麺類は。聞いてますね、ヨーロッパ麺類。ヨーロッパ麺類は、別にフィリピン行く前からもう、なんとなくぼやーっとは、あって、なんかおもろそうだなとか、なんかやってみたいな、みたいなのもあって。はい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 。で、まあ、フィリピン実際終わって帰ってきて、はい、で、まあ、実際その時俺ヨーロッパ行ったことなかったから、フィリピン、はい。そうですね。一緒に行って連れてってもらってね。一緒に行って、うん、めちゃくちゃいいな。まあ、そうですね。思って、いや、これはもう、やるっきゃないと。そうですね。感じになったって感じですね。確かに、まあ、スウェーデンは吠えることもできるっていうね、結論になりました。吠えてもいいよ、うん、ピーターも来たから、うん。まあ、スウェーデンが彼の居場所なのかもしれないから、ヨーロッパは合ってるけど。うん、そうそうそう。これが、でも、うん、でもまあ、うどんを、言ってしまうオランダに住むために、うん、うどんを、まあ、その、便宜上やるぐらいのことなのかなと思って、うん、まあ、うどん、そんな、うん、それに情熱があるのかな、ぐらいの感じで見てたんですけど、うん、この間、その、うどんを酷評されて泣いてたんですよ。国境的に失敗しちゃったんだよね。そうですね、麺が思ったように。そう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 、そう。ただ泣いてて。いつまでこんな熱くなってたかって。温度感がわからんんですよ。そうね。その俺の YouTube でアップしたやつ、ね。そうなんですよ。オランダ人の人は実際にもう、うん、食わせに行ったの、ね、はい。日本にいるオランダの方に。意見をください。そうです ね、 ね。オランダ人の口に合いますかというか、ね。そうそうそう。それが、その、うん、家でこねてったんだけど、はい、ちょっとその、持ってかなきゃいけないじゃない。はい、そうですね。こねてる。そうですね。で、持ってってる間に、はい、もう、うん、完全に切った麺が、一つに戻っちゃってて。はいはい、ああ、そうそう、振動だね。はい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 。でもポロポロにこう崩して、ポロポロになっちゃった、ね。はい。だからなんかこん、はい、このサイズの短さのうどんが。はいはい。はいはいはい。あるみたいになっちゃって、まあもう、そう、うどんと麺っていうよりかは、はい、なんか粒みたいな感じになっちゃってね。まあそうですよね。そう。で、まあ自分が作りたいうどんが作れなかったら、うん、まあしょうがない。なんだよ、ははは、と思ったら、うん。お前泣いてんのかなってんで、これは情熱また入ってるぞと。やっぱ、篠原さん、ね、行こうとしてやっぱこうグッとこうなる人ですから、やっぱり、うん。うどんをね、オランダでやりたい。で、いろいろ僕はチャンネル見てるんですよ、やっぱり。はい、そうするとやっぱ、うん、例えば、お金がね、他の国でスウェーデン行くときはめちゃめちゃ必要だから無理だけど、オランダだったら100万円とかでビザ取れるんだよ、みたいな。うんうん、じゃあ、それだったら貯めれるわ、はいはいはい、って話でしたけど、はいはい、結局、
いろんなお金が必要、家賃が高かったりとか、いろんな経費が必要で、うんね、今結局、最初の投資でいくらいるんでしたっけ ?2000 万。いいって。諦めろ。諦めろ。いや。無理だ。2000万は無理だ。ブサイクめっちゃ貸す。いやいや。2000回貸せばいける。計算です。はい。まあまあ全部貯金すればそうですね。全部貯金します。いや、レンタルブサイクでいいじゃないですか。2000回貸したらもう。そうですよ。うどんなんかいいじゃないですか。いや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 、やっぱブサイクを貸した金でなんか自分が贅沢するのももう意味わかんない。俺としては。なんか、あぶく銭感があるのよ。みんなにこう、優しくしていただいたお金みたいな。あるから、なんか、労働してる感じがしないって感じですか、ね、労働してる感じしない。それが欲しいのかもね、本来ない職業だから。はいはいはい。そうだよ、ね。ないだろ、バキバキ童貞だって。本来存在しない。そうですね。まあちょっとその引け目はわかりますよ。バキバキ童貞でお金をいただいてる身としては。ペテンみたいな感じするし。そうしても。そうですね。まあそれでやっぱちょっとやりたい。ちょっとでも僕は止めたい気もしてるんですよ、ちょっと。ね、で実際うどんライブっていうね、はい、レンタルブサイクでうどんを食べるライブやりましたね、があったんですよ、はい、うどんを実食べる、はい、500人のお客様の前で食べるって、ね、そうですね、僕ら食べましたね、そうそうそう、うん、でまあそのまあ、うん、普通に美味しいんだけど、うん、普通のかなり普通の、はい、いやいやいや、うん、こだわるポイントが違いますか、日本の飲食店と、はあはあ、だから日本の飲食店だったら多分カロリーとかさ、うん、そっちを結構気にすること多い、あ、まあ気にすると思いますよ、まあビーガン、ベジタリアンとかをケアするわけです。うん、オランダは。オランダは。そっちを、で、軍備に食わしたのは、うん、ビーガンうどんだろ。そう、ビーガンうどん俺に食わすなよ。好みじゃないだろ。食べると思って。肉のうどんよ。俺欲しいのは。いや、でもそれをなんかどう思うかちょっと聞きたかった。まあ、そういうことですね。うん、確かに確かに。そう、だパンチがどうしても出ないんでね。なるほど。そこなんか今悩んでる。はいはいはい、ビーガンうどんだけれども、うん、お肉が入ってるのと同じぐらいのも、うん、のを作りたいっていう、うん。そうね。俺がやっぱ面白いですけど、ちょっと僕は止めたいなってやっぱ、改めて、まだちょっと、その、はい、またフィリピンでなるんじゃないかっていう。オランダ行って2000万貯めたとして行っても、もううどんも全然売れなくて、終わりだ、みたいな。助けてくれ、でも助けないじゃないですか。もう2回目ない。もう2回目ないですから。終わるんですよ。いや、何度でも、マリオは何度でも助けに行く。1位じゃないよ。自分から行かないですから。そう、さらわれるんですから。で、ちょっとやっぱでも、やっぱレンタルブサイクに現実見てほしいなと思って、はい、そのオランダに、はい、行こうかと我々、ありがとうございますレンタルブサイクオランダうどん編ですね今度いやーでもシンプルにそうね、うん、オランダをいろいろちょっと調査というかねっていう、うん、なんかいろいろ行けば、レストランとかも当然入るわけだけど。まあそうですね。なんとなく見えてくるものあるじゃない。はいはいはい、こういう味を普通としてるんだみたいな。ああ、そうですね。味の好み、国民性がありますしね。うん、はい、レンタルブサイク救出編、はい、レンタルブサイクヨーロッパストリー編、はい、レンタルブサイクオランダうどん編、はい、3部作で。これで完結。まだでも終わらなさそうで。長いんだよ。長いよ。この長尺で。まだまだ。うん、ということで、また、うん、レンタルブサイクの兄貴と、我々ハルト飛行機とパレッツさんの4人で、はい、でそこで俺はまあ、はい、うどんを実際に振る舞うと、はい、オランダで、はい、オランダ人の方に食べてもらって、はい、そこでどう評価されるか、うんうんうん、俺でも目を覚ましてほしい、やっぱここで、もうそれはもう違うよ、あっと言わして、こんなのをもっと食いたいよってなるんだから、いやなったらマジでそれは俺はもう止めないけど、はいはいはい、あんま分かんないなだったらちょっとそれはもうやめてよ、うん、考え直してよって友達としては言いたい、うん、確かにね、これはもうオランダうどん編、うん、1個ちょっと確かにかなり勝負だから、アムステルダムに行って小麦粉を俺こねるよすごいことになったな、そうだからせっかくね、はい、行って申し訳ないけど、はい、1日は俺の小麦粉こねを見てもらうから、はい、1日中こねてるんですか困るよ。一日は。ゴッホとか見たいかもしれない。見たいよ。確かに。ね、ゴッホ。運河とかね。見たいよ。運河とか、メッシーとか。俺の小麦粉。困るよ。うどんを食べてもらう。そして、ヨーロッパといえばあの男、ピーター博士も。参戦で。お、合流する。いや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 。すごいね。本当に。いやーね。俺、昨日ちょっと電話したの、ピーターと。おー、はい。あー、はい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 。したんだけど、うん、もう、スウェーデンのね、ピーターと電話して。うん、はい、いいよ。で、まあ、奥様と。
ああ、いいね。息子のセサール。セサール君。をまたちょっと置いてくるわけですけど、ね。そうなっちゃう。まあまあまあ、育児を任してね。もうね、どう、なんか大丈夫なのみたいな。聞いたら、いや、ピーター、しょうがねえ、みたいな感じで。しょうがねえ、言われちゃったよ、みたいな。ああ、そうね、奥さんにね。言われちゃったよ。ああ、なるほど。そうそうそう。はい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 。もういいんだ、でも俺は、みたいな。生きてから行くんだ。なんかやけになって。写真見たらちょっとひげづらんでるやつだよ。なったな。そう。で、セサルとこう写真撮ってましたね、はいはいはい、こうやって。撮ってたんです。そう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 。でも急に電話してたら、うんはい、テレビ通話というかね。あそう、ビデオ通話してたら、うんで、俺の顔パッて映ってんの、セサル、そこ見て、パパパパパパって。俺ももう嬉しくてさ。もう奪っちまったパパを。確かにね、初パパをね、篠原さんに言ったから。また言われたから。ええー。本当に、ちょっとなんか自覚がそろそろ。いやいや、粘れるおかしいおかしい。うん。似てるかも。似てねえ。一番似てないんだよ。一番。めっちゃ多分でかくなってるしね。セサル君そうですよね。早いからな。確かにね、赤ちゃんの成長。確かに確かに。まあ、ピーターにどうなってますか聞くなんてのもあるかもしれませんね。うん、これが、うん今撮影してるのの、しあさってにも行くぐらいか。しあさってぐらいにはもうご覧になるという。うん、4日、3日ぐらい。いや、すごいね。うん、何も決まってないけどね、それ以外。うどん作ること以外。ひどいよ、今回。いや、いくらでもでもまあ、ありますから、楽しみ。またね、ロストバゲッジしてもらって。まあ、やめて、手こ入れしないですね。パスポートなくしてもらって。やだよ。私が持ってきますから。私が持ってきますから。で、今回でもせっかく日本に来てもらってるんで、うん、その、まあ、まず、せっかく日本に来てもらってる。ガイタレだった。ガイタレだった。確か海外のイメージ多分強くて。まあまあそうですね。見てる人はね。見てる人はね。そうですよ。うん、日本にいて、うん、あれなんで、ね、まあ、うん、今日、この土岡亭で。はい。うどんを、はい、作ってもらおうという。作ります、ね、ちょっとこれどうなんだってことですよね。まずそれを見て、はい、その、まあ、判断、まずどういう作り具合とかね、うん、見て、視聴者でも見てもらおうと。はい。うん、レンブスの、その、うどんの、実力。はい。うんレンブスのチャンネルではもう、うん、なんでしょう。もう、夢諦めろよ。こんなレンブルでやって、戦ってるとも聞いたんで。いやでも、その、もういろんな人が現れてる、俺のコメント。あ、本当ですか。もう有識者みたいなのも現れてるから、ね。有識者、はい、その、うどんに関しての、だ俺全部の知識ない状態で YouTube 始めてるから。そう、うどんとかの全くわからない。うどんわかんない、ビザわかんない。みたいなところでやってるから、もう、方々の有識者たちが議論を始めてるから。すごいな。オランダで本当にいけるのかとか。とかね、これ、はい、これはこれぐらいかかりますみたいな。なるほど、なるほど。そうそう。飲食経験者からの一言。ああ、ね、経営として、はいはいはい。実際に海外移住者からのアドバイスみたいな。はいはい、方々のなんか、スペシャリストみたいなのが論じ合ってるみたいな。はい、すごいな。そっちもぜひ見てあげてほしいですね。ありがとうございます。エンタラブセイクの YouTube、やっぱめちゃめちゃ面白いというか、悔しいんですよ。うん、もう、その、ありがたい。はい結構コメント欄見ると、うん、バキドーチャンネル最近はもうぬるい企画ばっかりやってさ、うん、本当に汚い企画はこっちでしか見れないよ。悔しいと思って。本当に汚い企画ってやってたっけ、そんな。おやってましたよ。結構汚い企画とかやってたさ、やってたんですけど、もうやっぱ100万人超えたらもうマネージャーとか皆さんもね、うん、もう炎上禁止なさいなんて言われて、もう、なかなかこの企画もできない、この企画もできない、ここはカットされるみたいなのが、どんどんまあ悔しいけど丸くなっていく中、やっぱレンタルブサイクが、自分の家、お、うん、田んぼみたいな。自宅田んぼで、レンタルブサイクが、おぉこれあれみたいな。え、なんすかこれ、10年前使った天下だみたいな。オラホールだつって、うわぁ、え、使ったやつですか使った後だよつって、レンタルブサイクが使用後のオラホール見て、みんなもうピーターとか、うわってなってるのを、レンタルブサイクが開けて、おぉ、懐かしいみたいな。すごい。ブサイクの精子が、その、10年前でしょ。もうなんか、文明ができてるんじゃないかって。10年精子だけど。10ならね。そう。できてもおかしくない。あっちだぞー。あっちだぞー。ごめん。ピラミッド作ってる。ピラミッド作ってるんですか。ほら、この中で。10ですからね。みたいなのを、その、すごいなんで、しかもサムネ。サムネ。その、オナホが持って、オナホが、紫色のウォンって音が鳴ったやつで、なんかサムネでやってて、こらかなわんなと思って。いや、でもそれで言ったらもう、俺も撮った時、はい、この動画を。
これもう100万再生いくだろう。いくか手応えしかなかった。これも見たことないと。YouTube で見たことない。これもバズりまくると。見たことないんだから、こんな動画。そうない方がいいから。やばいよ、みたいな。はい。木田とかと話してたんだけど、実際はそうめちゃくちゃ見られなかった。そらそうだよ。100万いくよ。YouTube マジで難しいです。もっとわかるだろう。わからなかった。10年前の点が。本当に難しい。いや、もう、もう、びっくりした、もう。これが伸びると思って。いやいや、だからそういうのも、まあ、見てほしい。普通に思うのがおもろいんで、それはそれで。ぜひ、じゃあちょっと、この後、じゃあ、うどん、お願いしていいですか。はい。お願いします。満足させます。お願いします。俺の名前はバキバキ童貞、今になる動画界の皇帝、いじめられて走った皇帝、フルチンで踊るチンケな道家、フリーターの時街頭インタビュー、ひねり出したパンチライン一発、人生はたちまち豹変、俺の名前はバキバキ童貞。